よ。ご苦労様。あ、おらぬ、おらぬ。新橋のステーションね、今。まあ、電報を打ってくださればお迎えに行きましたのにさ。相変わらずですね、坊ちゃんは。いつでもこうなんだから。でも、本当によく帰ってらっしゃいましたね。お寒いでしょ。お当たりになって坊ちゃん、ご無事で。ありがとう。毎日お前の夢ばっかり見てたんだよ。まあ、もったいない。待ってらっしゃいますよ。ちょうど今、あったかい山ができてるんですよ。キヨ、何にもいらないんだよ。はいはい。ねえ坊ちゃん。なんだい。どうしてまあ急にお帰りになったんです。びっくりするじゃありませんか。うん。キヨは坊ちゃんのご出世を楽しみにしていたんですよ。麹町編に立派なお屋敷を持って二頭立ての馬車に乗って。分かったよ。仕方がなかったんだ。また喧嘩をなすったんでしょ。親譲りの無鉄砲でしょうがないよ。困りますね。せっかくお勤めになって三月も経たないのに。実にべらぼうな話なんだよ。俺が向こう行ったのはまだ暑い時分だった。大変な田舎なんだよ。そこは船の上から見るとほんのちっぽけな漁村なんだ。どっちを見たって学校なんかありゃしない。バカにしてな、こんなところで我慢ができるもんか。すると筒っぽを着た妙な男が来て、こっち来いって言うからついてってみたら、港屋っていう宿屋へ連れ込まれた。気をつけ。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。おい、これはひどい。もう少し広い部屋ないか。あいにく、いや、塞がっておりますけれ。こんなに広い部屋が空いてるじゃないか。人を書生だと思って見くびるな、田舎者のくせに。これは茶代だ。商売持ってけ。まあ、五重もやったんですか。もったいない。そうしたら女中のやつ、畳頭をすりつけたぜ。当たり前ですよ。それもいいさ。だがまだ人をバカにしてるんだぜ。その宿屋と学校とは町が違うんだってさ。学校のあるとこはそこから汽車に乗っていくんだ。もっとも汽車って言ったってマッチ箱を三つつないだようなもんだがね。学校のある町はさすがに少しはマシだった。25万石の五城下町で静かな落ち着いたところだ。それから俺はすぐと校長に会ったんだ。校長というのはなんとなくタヌキみたいな顔をした男だった。今申したように要するに、教育というものは単に学問を教えるというばかりでなく、個人の特化ということが肝要であって、よろしく一向の指標と仰がれるように。お言葉中ですが、とても私みたいなもんにできそうもありません。そんな難しいことが最初から分かってりゃお断りするんでした。いや、今のは希望である。あなたが希望通りできんことはよく知っているから心配しなくてもよろしい。
なら脅かさなきゃいいのに。これがあなたの辞令。まあ、せいで勤めてください。では、これから職員職にご紹介するから、こちらへ。さあ。校長について控え室に入ったら、みんな僕の顔を見た。はじめは博物の先生。次は教頭で文学史の泉という人だ。なんと驚いたことには、この暑いのにフランネルのシャツを着ている。しかもそれが真っ赤な赤シャツなんだから人を馬鹿にしているじゃないか。その次が漢文。さすがに漢文の先生だけあって礼儀がたい人だった。それから英語の教師に古賀という顔色の悪い人がいた。まるで占いのかぼちゃみたいに青く膨れている。僕は今もらった事例をいちいち見せて回った。大概は椅子から離れて腰をかがめるだけだったが、中には手に取ってみるご丁寧なのもある。向こうは一人で住むが、こっちはみんなが相手だから大抵じゃない。絵の先生はペラペラとよくしゃべる人だった。江戸っ子ですか。お懐かしい。私も江戸っ子でゲスト行った。まるで太鼓持ちだ。15人目の体操の教師まで来た時には、同じことを何度も繰り返したんで、いい加減にくたびれちまった。それから最後は数学主任の堀田。まるで叡山の悪僧といったたくましい面構えだ。こいつには山嵐とあだ名をつけてやった。ところが、この山嵐が案外親切な男で、僕の宿屋まで勤めの打ち合わせにやってきた。茶代の意向で僕が広い部屋にいるのを見て、宿屋住まいは贅沢でいけないって、安い下宿を探してくれたんだ。せっかく5円も奮発した後で、惜しいと思ったがしょうがない。その男がわざわざ引っ越しの手伝いまでしてくれて、おまけに氷水をおごってくれた。2杯で3銭だ。その明くる日からいよいよ僕の授業が始まった。いいかね、直角三角形 ABC において斜辺 BC の上に立つ正方形は、他の2辺 ABAC の上に立つ正方形の面積の和に等しいってんだ。ではこれからこれの証明をする。よろしいか。 A より BC に垂線 AH を引く。DC AL を結ぶ。そうするてえと、正方形 EABD は三角形 BDC と底辺を共有し、かつ高さを I 等しくするから、正方形 EABD の面積は三角形 BDC の面積の2倍となるんである。よろしいか。先生。なんだ。あまり早うてようわからんけれ、もうじっとゆるゆるやっておくれんかな、もし。早すぎるんならゆっくりやってやるな。僕は江戸っ子だから君たちの言葉は使わないよ。僕の言葉がわからないならわかるまで待ってればいい。じゃあ講義に移る。さっきの続きはどこまでだっけな。はい。であるというところまでですが、なもし。何？であるまでですが、なもし。である？であるだけじゃわからないじゃないか。よし、わかった。A より BC に垂線を下ろす。CD と AL を結びつける。そうするってと、三角形 BDC は正方形 ABDE に。初めての講義の感想は。感想もクソもありません。ここの生徒はみんな分からずです。今になれますよ。誰でも最初は気になるもんだよ。
おい、おかわりくれ。へい。天ぷらっちおかしいか。しかし支配は過ぎるぞ。なもし支配君がご配君が俺の前で俺が食うのがどこがおかしい。つまらないこと笑うな。西山、はい、小川、はい、川村、はい、こんないたずらが面白いか。卑怯な冗談だ。君たちは卑怯ということを知ってるか。自分のしたことを笑われて怒るが卑怯となもし。余計な平手口を叩かずに勉強しろ。子供のくせにお釣り特許を持ってる。いかにも湯の帰りに団子を二皿食うには食ったが、その時には誰にも会わなかった。誰も知っているはずがないのにちゃんと知っている。湯の中で泳ぐのも確かに俺一人だ。俺のために温泉場で張り札をしたんだ。それもすっかり生徒たちに分かっている。誰かがどっかで俺一人のことを見張りしているようで、しまいには気味が悪くなったよ。うん。あんな奴を教えるためにわざわざ東京を組んだりから来たかと思うと、実際情けなくなる。君が若いからさ、俺ならうんと懲らしめてやるよ。そうだと思う。あ、ひとみさん、今夜あんた宿直ですよ。校長や教頭には宿直はないんだろう。本来はやるべきだろうが。そいつは不公平だ。つまり前言って言いづらいとさ。なんだいそりゃ。教者の権利ってわけさ。しかし学校の不平はあまり言わん方がいいぜ。用心したまえ。何か訳があるのかい。うん、いや今にわかるよ。とにかく今夜はおとなしく宿直したまえ。お散歩ですか。あなたは確か宿直堂はずではなかったですか。なかったですかって、あんた命令したんじゃありませんか。だからこれから帰って寝るところなんですよ。ついのに君のズボラにも困るな。校長や教頭に会うとまずいぜ。校長にはさっき会ったよ。会った。会ったと思う。この暑いのに散歩でもしなきゃ骨でしょうねって言ってたぜ。おう、さよなら。タン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 
私は存じませんよ。存じませんって何もバンをしてたから入って手伝え。ああ。どうして俺の布団の中へバッタを入れたんだ。え？バッタとは何ぞな。バッタは知らねえのか。バッタとはこれだ。大きな図体してバッタ知らねえとは何てこった。よく見とけ。そりゃあイナゴじゃがなもし。だらぼめ、バッタもイナゴも同じもんだ。第一先生を捕まえてナモシとは何だ。ナメシは田楽の時よりかに食うもんじゃないぞ。ナモシとナメシは違うぞ。ナモシどっちだっていい。どうして俺の布団の中に入れたんだ。誰がバッタを入れてくれって頼んだ。誰も入れやせんがな。入れないものがどうして入ってるんだ。イナゴはぬくいところが好きじゃけれ、大方は一人でお入りたんじゃろう。バカ言え。バッタに一人でお入りになれてたまるもんか。さあ、なぜこんないたずらしたか言え。言うてて、入れ物を説明しようがないがな。よし、言えなければ言えないでいい。貴様たちはみんな対抗にしてやるから、俺が年が若いと思ってバカにすると承知しないぞ。世話現状はただの饅頭、パリパリの声だぞ。さあ、男らしく言え。育児のない野郎だ。今となって一言も言えないくらいなら余計ないたずらするな。貴様たちのようなものを卑怯者と言うんだぞ。よし、言えなきゃ言えないでいい。部屋に帰ってよく反省しろ。今日は海へ出て釣りでもしませんか。それどころじゃありません。そう一途に思い詰めちゃいけませんね。これが悔しくなかったらバカです。しかしお疲れでしょ。なあに、平気ですとも。あんなことぐらいで命の心配ありません。あんなことで授業ができないくらいならもらった月給を返してしまいます。だいぶ元気ですな。褒めたんですか、けなしたんですか。いやいや、生徒の処分は会議で決めますから、今日は一つ海へ出て公然の気を養います。実にまったくもって絶景ですな。いや、どうです、あの松の枝ぶりはガーナの家そっくりじゃありませんか。そうですね。あの岩の上にラファエルのマドンナを置いてみたいもんですな。君、マドンナの話はよそうじゃないか。何、誰も聞いてないから大丈夫ですよ。ちゃんと聞いてますよ。そのマドンナとかコダンナとか芸者の名ですか。
と送ってるよ。どうだか。正真正銘全くですよ。こいつを知らないんだから。ついにですね。まさか。いいよ。パスタも天ぷらも本当ですよ。例の発端が。そいつは何の話ですか？いや、実は君が来たんで生徒たちは喜んでいるんだ。あんまり喜んじゃいないでしょ。で、さっきの話は一体何です？いや、大して意味のあることではありません。しかし冷静に考えていただきたいと思います。あなたはまだ経験に乏しいから思わぬあたりから乗じられる恐れがあります。正直にしてりゃ誰から乗じられたって怖くないです。もちろん怖くはない、怖くはないが、前例もあることだから十分気をつけなきゃいけませんね。一体誰なんです、そいつは？いや、それは誰と明言もできんし、また証拠もないことだから迂闊に言うとこっちの落ち度になる。とにかくせっかく君も遠いところから来たんだから十分気をつけてくれた。気をつけろったって悪いことさえしなければいいじゃありませんか。ですが自分だけ悪いことをしなくても他人の悪いことが分からなければ困るでしょ。世の中には来楽に見えても淡泊に見えても親切に下宿の世話をしてくれても油断のならないのがいますからな。堀田君のことですか、そいつは？いや、おう、もうだいぶ遅い。帰ろうじゃないか。そういたしやしや。これからお帰りでマドンナの君とお会いですかな。マドンナの君と。やはり私たちはご縁がないんでしょうか。いいえ先生、そんなこと。小川さんですか。どうも失礼しました。考え事したもんですから。は、奥さんですか。いいえ、知人を送るところです。いや、失礼しました。どうも僕はそそっかしい方だもんで。じゃあ。小川さん、あんたも人のいい方だから用心なさいよ。世の中には来楽に見えても悪い奴がいますからね。何ですか？ちょっと。君、昨日のことはまだ誰にも言わないでしょうね。これから山嵐に談判するところです。それは困る。僕は堀田君とは明言しません。でも謎をかけたじゃありませんか。君、穏便に頼むよ。乱暴されると花形迷惑する。君は騒動を起こすつもりじゃないでしょうね。当たり前です。月給もらったり騒動を起こしたりしちゃ困るでしょ。だから君、今回せんでくれたま。口止めされると困るけど。
そんなに迷惑なら、じゃあよしましょう。大丈夫ですか？大丈夫です。僕も江戸っ子です。一旦引き受けたら金のわらじです。ありがとう。恩に来ます。この1000五輪返す。この間おごられた氷水の代だ。つまらない冗談はよせ。俺は君におごられたくないから返すんだ。今頃なぜそんなことを言い出すんだ。君におごられたくないんだ、じゃあ俺の世話してやった下宿は出てってくれ。出てってやると思う。親切そうに下宿を世話する奴にろくなやつがない。何？もう一遍言ってみろ。君のような男を下宿を世話してやったばかりに亭主から苦情を持ち込まれて大いに迷惑してんだぞ。自宅なこと言うない。大体あの下宿を世話し親切おかしに世話したことってもだいぶ文句があるんだが、口止めされてるから黙ってやってるんだぞ。文句あるなら言ってみろ。言わないったら言わないんだ。誰と約束したんだ。いえ、誰と約束しようと大きなお世話だ。まあまあ、亮君落ち着いてください。いや、別に乱暴しようというわけじゃない。俺は乱暴するかもしれんぞ。このなら十分は覚悟だ。いや、山嵐、俺の邪魔なら邪魔とはっきり言え。いつでも言ってやるんだ。なんだこの山嵐め。なんだ山嵐だ。まあ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 、本日はすでに諸君もご承知のこの問題について論じたいと思うのであります。私は諸君の不動なき、ご意見が伺いたいのであります。では弁論に入ります。この問題について一言論じさせていただきたいと思います。今回の口が開いてますよ。そんなところに座んなかんな。はっ、恐れ入ります。今回の不祥事を聞き、私は非常に残念に思いました。事件そのものを見ますれば、いかにも生徒たちに落ち度があるように思われますが、しかし彼らはまだ子供で、活気にあふれ、半ば無意識に行われたものではないか。もしそうだとすれば、厳罰に処し、かえって子供たちの将来に悪い影響を与えはせぬかと思います。もとより、処分は校長のお考えによるものゆえ、私ごときが了解すべきではありませんが、どうぞその辺のご審釈を願って、寛大なご処置を願いたいと思います。実に今回のバッタ事件及び独管事件は、我々心ある職員をして密かに我が子を将来の前途に金の念を抱かしむに至るところの珍事でありまして、我々職員たる者はこの際ふるって自ら帰りに、すなわち自制をなして前行の風紀を伸縮しなければなりません。ただいま教頭がお述べになったお説は実に後継に値する適当概説なるところのお考えでありまして、私は徹頭徹尾賛成いたすものであります。どうかなるべく寛大なるところのご処分を仰ぎたいと存じます。いや、皆さんどうも失礼いたしました。私は徹頭徹尾反対です。そんなとんちんかんな処分ってあるもんか。もともと生徒が悪いんです。謝らなくちゃ癖になる。何の失敬な、新しく来たと思って。私は諸君とはいささか意見を異にし、この事件は生徒が
信頼の帽子に対して。帽子とは何だ。信頼の帽子に対し、これを警備部を翻弄したというように考えられるのであります。教頭は子供である、罪はないとお考えのようでありますが、しからば罪は教師にあるのでありましょうか。私は生徒の行為に何らの侵略を加える理由を認めません。教頭その他の方々のいかなる弁護があろうとも、教師を愚弄するごとき軽薄な生徒を看過して、どこに学校の威信が損し、教育はありましょうか。反動を恐れての姑息な手段で、いつこの悪風が矯正できましょうか。我々教師は、かかる悪風をなくすることをこそ天職と考えねばなりません。以上の理由で、私は教頭の意見には反対であります。そして、寄宿生一同を厳罰に処し、その教師の前で謝罪せしめるをもって妥当な説を考えるものであります。ただいま言い落としましたが、当屋の宿直員は宿直中勝手に温泉などに行ったが、これはもってのほかの大失態であると思う。この点、校長よりしかるべくご注意あらんことを希望します。私はまさに宿食中に温泉に参りました。これは全く悪い、謝ります。大体ご意見も尽きたようであるから、よく考えた上で、処分することにします。一体生徒の風味というものは教師の感化によって、正していかねばならん。それにはやしくも教師たるものは蕎麦屋とか団子屋ごとき過当な場所に出入専用にいたしたいと思います。元来我々は社会の上流に暮らしするものであるから、単に物質的娯楽のみを求むべきでない。だから釣りに行くとか、新体詩や俳句を作って、何でも高尚な精神的娯楽を求むべきである。じゃあ伺いますが、マドンナと会うのも精神的娯楽ですか？ありますが、そこの離れが空いとるはずでございますが、静かでいいところでございますよ。じゃあマドンナっていうのは芸者の名前じゃないんですか？いいえ、あなたマドンナさんって言ったら当人の言葉でペッピンさんのことじゃろうがな。
なるほど。で、そのマドンナさんが油断がならないって言うんですね。そのマドンナさんが何もし、不確かなマドンナさんで何もし、あなた。うん。そら、先生をここへ世話しておくれた古賀先生何もし。うん。あの人のところへお嫁に行く約束がでけていたんじゃが何もし。いつか二人が散歩してるところを見ましたよ。で、そのマドンナが占いさんを嫌ったってわけですか。早い話がまあそぞなもし、はじめは古賀さんを好いておいてたのじゃが、古賀さんもお父さんがどうなって暮らし向きが思わしゅうのうなり、それやこれやでお越し入れが伸びているところへ、あの教頭さんがぜひお嫁に欲しいって言うてなもし。あの赤シャツがですか。ひどいやつだ。どうもあのシャツはただのシャツじゃないと思ったが。それで、そこをどうしたものかうまいこと解き伏せたと見えて、とうとうあなた赤シャツさんの方に話が決まってしもうたんじゃがなもし。赤シャツさんも赤シャツさんじゃが、マドンナさんもマドンナさんだなもし。あんたの様子を見てると怖いって残念でならない。どうもすみません。よかったら僕が赤シャツに乱破したのでしょうか。そんなことをかえって私が。あ、赤シャツだな。私、僕に任せなさい。占い先生まで逃げちまった。だらしがねえなあ。古賀さん、古賀さん、古賀さん。ひとみくん、ちょっと来てくれたまえ。何ですか。ああ、ゆんべは妙なとこでお目にかかりましたね。いえ、昨日は一日中うちにおりましたから、どなたにもお目にかかりません。けれど、ゆんべはいい月夜でしたよ。お話ししたいことがありますから、僕のうちへちょっと寄ってください。ええ、参りましょう。そうですか。残念だな。どうもすみません。君のことは校長も大いに力を入れてますから、そのつもりで勉強してください。勉強しろったって今より勉強できませんが。今ぐらいで十分です。ただ先日の件を忘れずにさえいてくれれば。下宿の世話なんかするやつは剣なんだってことですか。いや、そう露骨に言うと嫌な感じになるが、まあその精神を胸に畳んでおいて、今のように精を出してくだされば、そのうちには待遇の方も多少は。そんなことはどうでもいいんです。僕は、いや、
今度転任する人がいるので予算が余りますから、その中から融通できるだろうというわけで。誰が転任するんですか？もう発表になるから話しても差し支えないでしょう。実は古賀君です。だって浦成さんはこの土地の人じゃありませんか？浦成とは？あ、古賀君です。あだ名はヤヒでいけませんね。あの人が転任になるなんて一体どんなわけなんです？当人の希望です。そうかな、だらしがないな。あの人の希望ですから。用事ってそれだけですか？時に君、俳句をやりませんか？俳句と拓は苦手なんです。じゃあ。そうですか。ところが古賀さんは転任を切ろうておいでるのじゃけれ。本当ですか？当人が物好きで行きたいんじゃないんですか？そりゃあなた大違いの勘五郎ぞなまし。勘五郎かね。でも赤シャツさんそう言ってたがな。それが勘五郎なら赤シャツさんは嘘つきの暗いもんだ。教頭さんがそういるのももっともじゃけんど、古賀さんの行きとうないのももっともぞなもし。じゃあ両方もっともなんですね。うん、おばあさん公平でいい。また芋ですね。そしたら忘れた頃になって学校は金が足らんけれ、月給を上げるわけにいかんけれど、ヒューガの延岡なら空いた空地があって、その方なら5円余計に取れるけれ、お望み通りでよかろうと思うてその手続きにしたけれ、行くがええと言われたそうな。古賀さんはよそへ行って月給が増すより、母もいるけれここに降りたいとお頼みたんじゃけれど、もう決めた後で今さらしようがないててな、あなた。へえ、人ばかりしたら面白くもない。じゃあ古賀さんは行く気はないんですね。通りで変だと思った。5円ぐらい上がったって誰があんな山の中へ猿の相手をしに行く桃園木があるもんか。桃園木って先生何ぞなもし。何でもいいでさ。よし、談判してやる。まるで騙し口だ。それで俺の待遇を良くしてやるとかどうとか、誰がなってやるもんか。まったくあいつの策略だ。ご飯も食べずにどこへ行くぞなまし。ごめん、ごめん。京都いますか？今、来客中ですが。構いません、ちょっと会いたいです。ここにいたいんです。この土地から離れたくないんです。君は古賀君から聞いたんですか？いや、僕は下宿のばあさんから聞いたんです。では下宿のばあさんがそう言ったんですね。まあそうです。それは失礼ながら少し違うでしょ。あなたの言う通りだと下宿の主人が。いや、主人じゃありません、ばあさんです。どちらでもよろしい。下宿のばあさんの言うことは信じられるが、教頭の言うことは信じられんというふうに聞こえますが、そういう意味に解釈して差し支えないですか？いや、そういうわけじゃないんですが、実は。どうも失敬しました。よく考えてきます。
おい。様どころか明日様にも明日様にもいつまで行ったってすみっかありませんよ。それでコアさんがお気の毒立てて堀田さんが教頭さんのところへ意見しにお行きたら、え、山嵐が赤シャツさんがおいるには足は約束のあるものを横取りするんじゃない、早くなればもろうかもしれんてて、なあもし。そうか、わかった。なるほど、そんなこんなで山嵐と赤シャツとは仲が悪いんだな。うん、山嵐って最初からそんな悪い男じゃないと思ってたよ。おい、君はそれを引っ込める気か。うん、もう睨み合う気がなくなった。そうか、実は君にすまないと思ってるんだが、例の下宿のことな、あれは誤解だったよ。そんなこといつまでも気にしてるもんか。俺だって江戸っ子だよ。おお、なるほど、江戸っ子か。どうにでも向こう行きが強いと思ったよ。君はどこだ。うん、俺は会津だ。会津っぽうか、それで強情っぱりなんだな。五十番の泣き目のがずっと強いぞ。おい、話があるんだ。うん、君のような単純な人間がそこまで気がつくようになったかね。褒めたのか、けなしたのか。まあ、褒めた部だな。まだあるんだぜ、おい。赤シャツが俺の月給を上げてやるってさ。それに、もっと重大な責任を持って。じゃあ、あいつ俺を免職にする気だな。黙って免職になるか、君は。誰がなるもんか。もし俺を辞めさせるんだったら赤シャツも一緒に辞めさせてやる。どうして辞めさせるんだ。そこまではまだ考えていない。君だってやっぱり単純じゃないか。おい、あいつは君を抱き込むつもりなんだぜ。ところが俺はそんな汚い劇をあげてもらいたくないって断ってやったんだよ。えらい、さすがは江戸っ子だ。当たり前さ。しかしあんな嫌なやつはないな。まったくあいつはひどいやつだよ。おい、今夜の送別会で赤シャツのやつを殴っちまうじゃないか。そうだな、あんなやつは鉄拳制裁を加えるの限りよ。そうだと思う。おい、まあ、触ってみろ。どうだ、硬いだろう。うん、硬いな。君の腕力だったら赤シャツの5人や6人は一度に張り飛ばせるだろう。もらさ、これに小槍を2本巻いても俺がうんと力を入れたらプツッと切れてしまうぞ。肝心槍だったら俺だってできるよ。できるのはなか。できるよ。できないよ。できるったら。できるならやってみろ。うん、まあよそう。で、私は校長としてのみならず個人としても古賀君と別れるのはつらいのであるが、幸い栄転せられるのであるからして、これをもって祝いの言葉としたいと思うのであります。では。この古賀君は古来まれに見る好人物である。死のごとき良人物を失うことは実に
自分にとり大なる不幸である。今回去られるのは誠に残念の極みであるが、一身上のご都合で転任をご希望になったのだから名残惜しいが仕方がない。どうぞ今一層のご自愛のほど切に願う次第であります。ただいま校長および教頭は古賀君が転任されるのを非常に残念がられたが、私は少々反対で、道君が一日も早く統治を去られんことを望んでいるものであります。向こうは非常に偏僻なところであるから、いろいろ不便なこともあるではあろうが、人情すこぶる純朴であって、心にもないお世辞を言ったり、美しい顔をして君主を落とし入れたりするようなハイカラ野郎は一人もないと信ずるものであります。でありますからして、道君のごとき紳士は必ずや歓迎せられるであろう。我が輩は大いに古賀君のためにこの天人を祝するものである。ただいま諸先生方にありがたい送別の辞をいただきまして、感銘に耐えぬ次第でございます。一身上の都合で九州へ参ることになりましたが、どうかお見捨てなきよう従前通りお願いいたします。大賛成だ。どうも一箇所気に入らないところがあるんだよ。どこが賛成だ。ほら、美しい顔をして人を陥れるハイカラ野郎って言ったろ。うん、ハイカラ野郎だけじゃ不足だよ。じゃあ何て言うんだ。ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ師の猫っかぶりのヤシのモモンガーのおかっぴきのワンワン泣きゃ犬も同然のやつってばいいんだ。君は実に能弁だな。それでどうして演説やらないんだ。うん、実は喧嘩の時に使おうと思って楽しみにして取ってあるんだよ。ベラベラとよく出るな。もう一遍やってみてまい。何遍だってやれるさ。いいか、ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ師のインチキ師の、何か違和感がありそうじゃないか。あしゃつのやつ、芸者遊びをするっていうことは聞いてたが、あの女がくすずって女だな。あの野郎、天ぷらや団子を食うのは勝手だなんて言いやがって。芸者遊びが高等格だよ。正面だけは食いしずらをしまって、ラジオの芸者が来ると入れ違いに説教を吐くなんて、どこまでも勝手なやつだ。あんな奴はたくあん石に縛りつけて海の底を沈めつめた方が日本のためだぞ。いやいや、
あんなのさばっていちゃ社会に害毒を流すばかりだ。天地を越えるなら今のうちだ。様みたいなようでげすな。すみません。ともともおいを言いながら。おきなあれ。すずちゃん、僕キーの国を取るから一つ聞いてちょうだい。あいつは赤シャツと示し合わせてどっかで落ち合うらしいぞ。そうらしい。後をつけてみようか。よかろう。
赤シャツはここへ入るということはよく聞いてたよ。よし。おい、待て待て。あいつのことだから用心深くここへ入らんかもしれんぞ。何、切ってきてるよ。おい、軽はずみなことするな。君は慌てもんだから。何言ってるんだ。ごめん。ごめん。おいでやす。今ここにこすって芸者来ませんでしたか。いいえ、来はらしまへん。確かに来たはずなんですがね。あんたはどなたかんね。誰だっていい。調べたいことがあるんだ。けったなものよ。うちお断りしますか。何？グルになってやんな。隠したって知ってるぞ。あの、あきめ、誰が来たくなるよ。おかけ。あきめ、誰が来たくなるよ。やい、これは。我らきつい肌の真似してくれたんだ、ほんま。この土地荒らしてくれたら、来た具合ありで。僕は、正当なことしてるんだ。何かい。よく聞きゃ。この兄ちゃんはな、土地じゃちっとは顔の売れたもんや。何よ、本当のことす。西向こうしとるかよ。何を、西向こうと東向こうとこっちの勝手だ。なんだこのオベラボの取っち決め。言い腐ったな、このサボテン。踏んでくともして眠りしとるか。おい、待て待て待て。なんで、なんぼせんの、話を。いや、どうも昨晩はお手柄で名誉のご負傷ですかな。余計なことを言わずに指でも舐めてろ。これは恐れ入りやした。少しさぞお痛みで。痛もうが痛くなかろうが俺の顔だ。貴様の世話になるもんか。ひどすぎるよ。厳重に訂正をかけようじゃないか。ひとみ君、僕は辞表を出したよ。え、辞表？どうして出すわけはないじゃないか。さっき校長に会っていろいろ話したんだが、結局僕は辞めることにしたよ。よし。おい、どうしようってんだ。僕だってやめてやるんだ。まあ待て待て。君が辞表を出したって受け取るもんか。罪は君も僕も一緒じゃないか。君だけ辞めさせるとこうなるよ。ところが二人一緒に辞めては学校の方で困る。なことは僕の知ったことか。それに第一、君の存在なんか向こうであまり問題にしてないよ。バカにしてら、ならなおさらのことやめてやるんだ。まあ待て、座れ。話があるんだ。今朝の新聞な、あれをどう思う。赤シャツだ。そうか。まったくあんなやつをあのままにしておいては、学校のため社会のためにどんな害毒を流すかしれん。そこで僕は思い切って辞職したんだ。僕は丸腰になって責任のない体になって、あいつに天誅を加える決心をした。あいつののっぴきならんところを捕まえて制裁するためには十分な用意がいるんだ。もちろんだとも。僕は今日からその用意にかかるつもりだ。その方法はだ、昨夜の角屋な。いつかはきっとあそこへ行くに違いない。その角屋の前にそいつを見張っているにちょうどいい場所がある。まあ見ろ。どうだ。
鉄砲の場所だろう。ここならあいつらのやってくるのは一目瞭然だ。そうだろう。今日からここで頑張るぞ。よし、僕も毎日来てやる。何日かかってもあいつらのやってくるまでここで待っててやる。どうせ俺は今日から暇な体だからな。8時だな。まあ慌てるな。そう早くやってきやしないよ。とにかく俺は金の続く限りここにいるつもりだ。さあこれでも飲め。うん、駅でも養うか。休みかな。今何時だ。まだ起きるには早いぞ。なもし冗談じゃない。連れはまだ来ないか。まだ今夜お連れさん遅いなもし。どうしたんだろうな今夜に限って。まあ先生聞いてくれなまし。何ですか。今後山のお母様に呼ばれてな。ああマドンナのお袋さんにですか。そのマドンナさんがな家で押してな大騒ぎだそうで、手分けして探しておくれんかてて。僕はダメですよ、用事があるんだから。先生毎晩どこへお行きぞな。大きなお世話です。じっと夜遊びが過ぎるぞなまし。なに大丈夫ですよ。ずるいやつだから後からそっと忍んでくるに違いないよ。ならいいけど、もう一週間待ったからな。俺は死ぬまで頑張るぞ。天気も楽じゃないな。なに、今夜きっと来るよ。ランプを暗くしてくれ。坊主頭が二つ障子に映っちゃまずいよ。マドンナが家でしたってさ。何？そうか。じゃあ天地もダメだな。うん？のんきだな君は。おかしゃつが連れ出したんだよ。おかしゃつか。
ダメだ。幸吉ついに至らずだ。あの野郎、どこまで悪運の契約なんだ。しっしょ。とうとう赤シャツのやつ逃がしちまったか。この底を持ちながらなぜゆうべ風邪へ止まったか。教頭が風邪へ止まって悪いという規則がありますか。精神的娯楽とか何とかいうほどの人間がなぜ芸者遊びをするか。僕も証拠がありますか。ごめんなさい。くな、乱暴の持っちゃった。なんだ。あなたのことじゃありません。何のことないごめん。これは乱暴である。狼藉である。利子を弁じないで腕力に訴えるとは模倣だ。模倣でたくさんだ。貴様今吉川と二人で何て言ったか。うん、教師にあるまじき不潔な話をしておったんじゃないか。その上、遠山の娘まで連れ出すはなんてやつだ。遠山の娘、しらばっくれな。うわ、かだよ。誤解だ、誤解だ。何よ、誤解だ。くまくそ。くら、ああ、助けてくれ。これが天地というもんだ、よく覚えとけ、この野郎。これにこれで以後進め。いくら言葉巧みにごまかしても、天の正義が許さんぞ。おい、さあ行こう。よし、行こう。うわあ、誰も来なかったかね。巡査来なかったかい。そなたも来んじゃ捉えませんでした。赤札も喉も伝えなかったと見るな。行く気のないやつだからな。まあ先生、ええとこで。おう、先生方はえらい急なお立ちじゃな。せっかく心安いしてもろうたのにな。もし、いや、どうもいろいろと。そうそう、あのマドンナさんがな、もし占いさんのところへ逃げておきたんじゃと。へえ、そうですか。古賀君のところへ行ったんですか。そりゃいいことだ。本当にな、それでええことじゃけれな。てっきりお菓子屋さんの仕業と思ったがな。お、船が出る、行こう。おばあさん、どうも失敬しました。おばあさん、ごきげんよう。じゃあごきげんよう。ごきげんよう。